皆さんこんにちは。今回は、視聴者さんが選ぶガチの心霊動画を紹介していきます。以前に視聴者さんから教えていただいたものを紹介していくのですが、意外と好評だったのでまた募集します。コメント欄だといろいろと不便なので、専用フォームを設けました。概要欄に載せておきますのでそこから送っていただければと思います。一つ目、稲川淳二の樹海の声。稲川淳二さんといえば、多くの怪談を生み出してきた有名な方です。稲川氏の怪談の中で、生き人形がかなり怖いと噂ですが、他にも樹海ロケの映像も怖いと言われているのです。青木ヶ原樹海に取材に行った映像が、ある心霊番組で放送されました。この時、稲川氏も同行しております。レポーターが不調を訴える中、奇妙な声が聞こえてくるのです。まるで、お経のような声が聞こえてくるのがお分かりいただけたでしょうか。さらに声が近づいてくるのです。声に向かってシャッターを切ると、いくつか顔のようなものが映ってしまったということもありました。これに関しては、顔に見えるのか微妙なところですが、お経の件に関しては確かに聞こえてくるので怖いです。この話、私も何度か稲川氏の漫画で見たことがありまして、結構有名かと思います。シャッターを切るたびに、謎の声が近づいてくるんですよ。心霊番組なので、仕込みの可能性もあるかもしれませんが、樹海からお経が近づいてくるというのは非常に不気味な話です。仕込みの可能性を抜きにして考えるのであれば、これは普通に起こる現象である可能性は低いと思います。そもそも樹海の中で、このような音を出すものはないです。また、森の中は音を減衰させる働きがあります。この葉や枝が空気の振動である、音を吸収するためです。それにもかかわらず、はっきりとお経が聞こえてきます。さらには、この声はどんどん近づいてくるのです。それゆえに、何かの自然現象とか、周囲にそのような音を出す音源があっても再現性は低いと思われ、心霊現象としか思えないんですよね。ですので、これは人の手によるものか、幽霊が音を出しながら近づいてきたか、のどちらかだと思います。二つ目、後ろ歩きの老人。ある心霊スポット配信で、奇妙なものが映り込んだという話があります。実際の映像をご覧いただきましょう。ある心霊スポットで配信していた際の映像です。周囲が暗くなっている中、配信者が道路の向こうにカメラを向けていると、何やら向こうから歩いてきます。その正体は、ただ歩いているだけの老人でした。しかし、なんだか様子がおかしいことに気がつきます。その老人は、歌いながら後ろ向きで歩いているのです。老人は、配信者を気にすることもなく、そのまま陽気に歌いながら、後ろ向きで通り過ぎて行ってしまいました。ここは心霊スポットで、さらにもう周囲は真っ暗な時間帯です。それにもかかわらず、後ろ向きで歩く老人を見たとなると、さすがに驚きます。あるコメントによれば、この世のものではない人は普通の人とは逆の行動をする、らしいです。この老人、もしかするとこの世のものではないとでも言うのでしょうか。確かに不気味な話ではありますが、後ろ向きで歩く老人に関して調べてみると、同じ状況を見かけたという人は多くいらっしゃるようです。例えば、こちらの質問ですが、車で走っていたところ、後ろ向きになって歩いていた老人を見たそうです。これに対して、三半規管の訓練のためであると回答がありました。また、同じような質問があり、普通に歩くよりも多くカロリーを消費できるため、などという理由もあるそうです。効果があるのかどうかは不明ですが、主に高齢の方が行う、いわゆる健康法のようなものらしく、あるウォーキング団体では、後ろ歩きは危険なので禁止になったという事例もあるようです。今回の映像、
心霊スポットといえど、普通の道路なので周辺に住んでいる老人が、健康のために後ろ歩きをしていた可能性が高いです。私は見たことがないのですが、後ろ向きで歩く人は割といらっしゃるようですね。ちょっと危ない気がします。心霊現象ではなさそうですが、歌いながら後ろ歩きをする人が向かってきたら、どんな場所でもちょっと身構えてしまいますね。三つ目、何かいる、2歳の双子を撮影した映像なのですが、奇妙な現象が起こります。一応、モザイクかけますので、気になる方は元動画をご覧ください。道路で車のおもちゃに乗って遊んでいたところ子供が、いる、と何もないところを指さします。カメラも向こうを映しますが、明らかに誰もいない場所を指しています。先に進んでいくと、子供は、来ないで、と叫び始めます。結局、謎の存在の正体はわからずに動画は終わってしまいます。これ、最初にお兄ちゃんが気がつくのですが弟の方も、何かいる、と同調しているんですよ。大人には見えていませんが、子供には何か見えていたわけです。よく、幽霊は子供にしか見えないという話もあります。子供は、大人にはない感覚のようなものがあるから見える、という話もありますが、まだ知らないことが多いから見えるとも言えます。例えば、不気味に揺らめく影があるとして、大人であれば風に揺れる木影だと瞬時に気がつくことができます。しかし、小さな子供はどうでしょうか。自分には理解できないものを幽霊として捉えてしまう可能性はあります。今回の話、もしかすると子供であれば勘違いする何かがあったのかもしれません。私たち大人には、当たり前すぎるものが子供たちには謎の存在に見えていたのかも。しかしながら、本当に幽霊を見たという線もあり得ると思っています。私自身も幼少の頃、何も映っていないテレビに反射された部屋に、知らない老婆が映っていたのを見たことがあります。今思えばそれは、夢だったのかもしれないですし何か記憶違いだったのかもしれませんが、私は確かに見たという記憶があるわけです。もしかすると、幽霊は子供にしか見えない、というのもあながち嘘ではないのかもしれません。いかがでしたでしょうか。調べてみると、子供が幽霊がいると泣き出して困っている、というような話をよく目にします。よく聞いてみると、原因が特定できてしまうものもありますが、中には原因不明のものもあります。皆さんも、子供の頃に奇妙な体験をしたことってありませんか？もし何か体験談がありましたら、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。